皆さんおはようございます。釣り部会です。今日はですね、こんな、風景になってます。また雪が降りまして、一面銀世界といった中での釣りです。今日はですね、気温も上がらないということで、一日中氷点下、真冬日の釣りといった形になるかと思います。釣り方についてはまだどんな釣りをしようかなっていうのはまだ決めてはいないんですけども、まあ、川の状態を見てですね、どんな釣りをするかちょっと考えながらやってみたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。それではまた釣り場でお会いしましょう。皆さんおはようございます。釣り部会です。いや、見てください、一面真っ白ですよ。こんな中で魚が果たして釣れるのかどうかね、やってみたいと思いますよ。今日も頑張って、ライズはあるかな。ライズさえあればね、楽しい釣りできるんですけども、よし、おお、すごいすごい。ライズはないですね。ライズはないです。困ったな、ライズないで。ライズあればね、ちょっとあれなんですけども、さあ、あるある、ライズあります。いけるかもしれません。よし、さあちょっと置いてですね、いけるかな。今日はですね、フライもやりますね。釣り部会はですね、なんていうんでしょう、挑戦する釣り、チャレンジするということが一つのテーマですから、餌釣りばっかりやってるわけじゃないですね。いつもの釣りすればね、多分釣れると思いますけども、そんなことばっかりやってちゃいけません。釣り部会はね、チャレンジしなきゃダメなんですよ。チャレンジが一つのテーマですから、いくら釣れるからってね、あんな釣りばっかりやってるわけにはいきませんから、フライでやります。フライでチャレンジです。今日はさあ来るかな、フライですよ。お、うわ、今魚動きましたね。動きました。今来ました。よし、はい、来ました。はい、行きましたよ、フライに。はい、はい、釣り部会はね、チャレンジしますから。はい、来た来た。お、いい日ですよ、なかなか。おい、はい、フライに来てくれましたね。今日12月10日ですよ。12月10日の真冬日です。それでも来ます。ありがたいですね、これ。はい、はい、こんな感じですよ。はい、はい、来ました。ありがとうございます。はい、いますね。はい、ありがとう。じゃあ逃がしてあげましょう。さあ、フライに来てくれました。まだまだフライへの反応はいいですね。さあ、行きますよ。さあ、来るか、来るかな。よし、お、来た、来ました、来ましたよ、来ました、来ました。よし、よし、フライに来ました。フライに来てくれましたよ。おい、よし、フライに来てくれました。はい、はい、ありがとう。はい、3本目を狙います。3本目、よっしゃ、来た。はい、来ました。3本目です。3本目、よし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 。あ、小さいな、小さいけど元気です。はい、はい、来てくれました。いますね、フライでも来ます。よし、はい、ありがとう。